お願いします。 昼下がり2時からですねアアイデアの、OK、始まりました、えー、と毎回ですねちょっといじってたらですねスタートが若干遅れるという <laughs> もうすでに放送事故というね感じで始まっちゃいましたけどすいませんねリスナーアパーソナリティが適当なもので <laughs> えと今日もですねあの気楽にのんびりですねお話できていければいいなと思っておりますえっ、ー、と急遽ですねあの参加したいということで。 1>, えー、1人、えー、とゲストで途中から入ってくる予定なんですが、えー、とそれまでは1人でいつも通り、えー、とお話しおしゃべりしていこうかなと思っております,、はいえーとですね、一応ですねアイデアの IOK、OK、は、えー、と婚活モールという、ね、NPO 法人沖縄県、えー、出会い結婚支援センター、えー、婚活モールというところの提供でお送りしておりますが一応アイデアの IOK、OK、ということで。 えと番組としてはですねどんな相談でも一応受け付けるとで、まあ、一応テーマはですね、まあ、いつもフリーでランダムでやってるんですけど、まあ、あの一応ねテーマあった方がいいかなっていうのもあって今日は結婚、ね「結婚」「結婚」っていうテーマと裏テーマで、えー、とアニメでですね「えー、リゼロから始める異世界生活」というね 漫画を裏テーマで持ってこようかなと、まあ、何でもやっちゃおうというのがアイデアの i o いオーケーですので、えー、ともしよろしければアニメ好きから何好きまで、えーとまあ、あと声の相談とかもねフェイスブックで恋旅応援団っていう,、ね、いうのもやっていてですねあと恋旅応援団は「団長のつぶやき」っていうブログもあってですね最近ですね恋旅応援団っていうので検索してくれる人がちょっとずつ増えてきてですねありがたい話だなと思っていて。 まあそこではではすね主に結婚というかね婚活、結婚事情とか婚活事情ってあまり発信されてないのでそれについて少し発信するようにしてますなのでまあ結婚が得意分野というと変な話なんですけど結婚のこと少しまあいろいろねあの調べたりしてますので今日は結婚の話していきたいなとでまあ一応婚活モールなんでいつでも結婚みたいな話してるんですけど今日はあえてテーマにしたのはですね、えー、とうちもねめでたくですね結婚10周年 アルミ婚式とか鈴婚式とかいうそうなんですが、えー、迎えましたので、まあ、これも昨日です、ね、ちょうど昨日迎えましたので、まあ、これもちょうどいいきっかけだなと思って結婚というテーマで話してみようかなと思いますで毎,日、ね、毎回結婚ばっかりやってると今月もの番組提供番組なんですけど、まあ、聞いてる方も、ね、同じ話ばっかりだとあれなのでこういうのあ,ありがとうございますセブンさん。 ツイキャスの方でもコメント頂い,いております、えー、結婚から何でもいいので、えー、797-FMGINOWAN.com797-FMGINOWAN.com までですねメールを頂けると嬉しいなと思っておりますで今パッと見た感じではあのー、それらしいメールは来ておりません <laughs> のでえー、と ね、このメールっていうのがですね共通アドレスなので <laughs> あのー、あ来たかなと思うと全然違う人から来てたりするのであれなんですけどまあ今日は結婚の話をメインテーマに据えてですね少し漫画とかアニメと絡めながら進めていきたいと思っております1時間おお付き合いいよろしくお願いしく願ます。 今日はゲストに美人が来る予定ですので <laughs> さっっき連絡があったんですよね30分で行けるからって45分ぐらい連絡したので <laughs> もう遅刻全開で来る予定なので。 アイデあのえっ、ー、とゲストさんですね実はえっ、ー、とまあ結婚に関わるコンプリマリタルカウンセリングって言ってえっ、ー、とまあアメリカではあの州によっては取り入れられてたりおき、えー、と日本だとですね僕が知ってるのは明石市っていう僕は出身の市でプリマリタルカウンセリングっていうあの混前前に少しあのお互いにいろいろ整理しましょうみたいな。 でお互いのことをよく知る方法とか話し合える方法とか、まあ、そういうのをえ、ね、得,得しましょうとか相手のことを知りましょうみたいな感じであの感情だけでいくのではなく冷静になって、ね、本当に結婚して相手だと思えるようにっていうのを沖縄でやってど離,婚あの離婚率を下げたいと今離婚率ナンバーワンなので。 あのそれを下げたい幸せな結婚を皆さんにしてほしいっていうことで活動されている友瀬ゆき子さんゆっ子さんっていう方がね来る予定なんですけど、はい、またそこで結婚の話今日,今日テーマ結婚だったら行こうかなみたいな感じで <laughs> 来るっていうのを今さっき聞いてですね <laughs> 今さっき見て「おいいですよ」って言ってでまああのー、放送中に入ってくると思うんなので <あ>の <laughs> ちょっとお楽しみにくだしてください。またその時に自己紹介してもらいましょうね。で、えー、と一応、婚活モール提供ですので、婚活モールのイベントはどんどん紹介していきたいと思っています。で、8月21日ですね、日曜日、4、えー、モール沖縄ライカムにて、えー、との、えー、とオリオンビアホール、えー、と本館の建物からちょっと離れた4モールビレッジかな。 ちょっと離れたあの本屋さんとかくら、えー、寿司とかああいうあっちのちょっと建物が別棟になってるところにあるオリオンビアホールで、えー、貸し切りで、えーとえー、っとー40対40だったかな、うん、で、えー、合計80名で人数揃えていきますのであのもしあれだったらですね同じものが9月25日の日曜日にありますので、まああのー、ちょっと、えー、婚活モール でちょっとと調べてもらえればなとネットで調べた方が安心かなと思うんですが、えー、ネット自信がないという方もいるかもしれませんので、えー、0988702621、えー、婚活モールさんまでお連絡いただければ少し相談に乗ってもらえるかなと思ってます。 それとですね、えー、と婚活モールで、えー、と今までちょっと違った、今までと違った出会い方をしてもらおうということで、えー、と各駅停車っていうものをやっているんですけども、30代、40代の、えー、と本当は会員さんに向けにあるものを、えーと、婚活無料体験会ということで、30代、40代の方に体験していただこうということで、予定しておりますので、 えー、8月21日日,日曜日9月25日日曜日は、えー、お酒の入るイベントあのビールだけじゃないそうなのであの気にせずに <laughs> 美味しいものも食べれると思いますよオリオンさんなので,で、えー、と8月27日には婚活モールで、えー、各駅停車の婚活無料体験会これ多分人数5人5人ぐらいなので結構急いでやらないと詰まっちゃうかなと思ってます まあちょっと30代、40代限定ということで、ちょっと一歩踏み出しにくい人もいるかもしれないんですけど、無料で体験できて、本当は会員さんしかやらないものなので、これをいい機会に、一歩踏み出す機会にしてほしいなと思っております。まあ、イベントはそんな感じですかね。あとはですね、FM 技能版絡みのイベントでいうと、えーえー、と羽衣祭りがありますので、今日放送だったかな、夜。なので、あ残念ながら、アニソン・マーティンさんが <laughs> お休みなので、ちょっと寂しいんですけど。 うん、えっと今日売名行為のジャ,ジャパナさんでした。<laughs> あの売名あ僕も売名全然手伝いますので僕も売名してほしいんですよね。あの今、えー、っと僕がやっているのが、えー、っと子育てなんですけど <laughs> あのできればですねあの結婚とか婚活事情のことって本当に世の中の人って自分の結婚のこと自分の家族のことは全部知っているんですけど あの自分の結婚とか自分の家族以外のことは実は知らない独身者のことはまあ独身者しかわからないし結婚してる人はなんとなく結婚できていて <laughs>、はい、あのゲストらしきと思ったらカバン忘れて取りに入ってきたミキちゃんが入ってきましたので <laughs>、はいえーっとまあ、そんな感じでですね結婚とか婚活事情って、まあ、就活はなんか今情報いっぱいありますけど。 婚活無料相談会みたいなのは <laughs> あんまりないと思うので、まあ、それをですね少し周知していくのをできたらいいなって今ちょっと奮闘中ですのでもし、えー、お近くにラジオパーソナリティさんがいたらですね <laughs> 山下に結婚の話させてみないかと、まあ、それ以外でも何でも喋りますよ <laughs> 漫画でもアニメでも何でも喋るのでああさとさんどうぞ <laughs> あの女性が来る予定だったんだけど男性の あの人も来るので入ってもらいましょうねどうぞ入って,入ってください入ってもらいましょうねあのゲスト一人の予定が二人になりました <laughs> はいはいどうぞ入ってくださいはいじゃあ一番上げますマイク <laughs> はいえーっとなんて紹介したいかわからないので自己紹介してもらいましょうはいどうぞはいえーっとですねえっと婚活モールのえー会員です <laughs> <laughs> あの結婚希望者婚活者ですね。の、はい。もう名前はなしでいきます。もうなしで。あの婚活さんで。そうですそうです。はい、どうしたんですか、今日急に。いや、もう、あのラジオ聞いてたので。はい。あ、行こうみたいな。お。もう、ゆっこさんも来る予定です。よそうですか。もう実際、あの。ね、ある方と、ご飯食べて、その帰りに。ラジオ聞いてた。あ、行こうみたいな。そのある方はどうしたんですか。別々になったんですか。別々です。はい。 今日テーマ結婚なんですけど、はいはい。<laughs> いやどうですか？かはい、結婚希望者としての結婚って、結婚はありじゃないですか？相性じゃないですか？<laughs> なんかしてないのに偉そうに言ってます。<laughs> 結婚はね相性もありますよ。相性だけじゃないですよ。す相性と思ってるうちは多分相手見つける時間かかると思います。確かに確かに。<laughs> そうなんですね。そう結婚したい人もいればしたくない人もいると。 はいはい、その中で、えー、ね今、婚活がすごくブームブームなのかなあの東京とかでは沖縄がねまだね盛り上がってないんですけどね盛り上がってないですね、はい、さあ結婚ってテーマで婚活の人に <laughs> めっちゃ硬いですよこの結婚ってえ何が固い結婚とは何ぞやみたいなそう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 いやいや、それは結婚してる身としては話せるかなと思う。<laughs> ですよね。うん ば、なんで,で例えば婚活するって一歩踏み出さないといけないじゃないですかなんかまあ職場で誰かと出会ったらいいなとか何か遊びに行ったついでに出会ったらいいなと思うじゃない思ってみんな大体先延ばしにしてるんですけどはい、はい、なんでこう結婚相談所みたいな婚活モールに飛び込んだのかなっていう。いや 半分ですね半信半疑でどんなのかなっていうのもあってうん、うん、飛び込んで見てみたら飛び込んで見てみたらいい出会いもあるしいい出会いもあるしナコードさん優しいしそう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 ,そう <laughs> あのぼ,ぼう <laughs> 仲と <laughs> さんに私結構迷惑かけてますからねかなりね時間かかってるのでみんな早くあの嫌じゃないんですよ嫌じゃないけど卒業してほしいはずなのでそうそうもう早く行けと言われてますからね <laughs> お嫁に行け並みのねそう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 ,そう,そうあの会員数もどんどん増えていくのでどんどん卒業してもらわないと 2> はいはい今2人で回してますからね仲とさんねはいはいはいじゃあ 婚活って主にどんなことしました今までえっとですね婚活いろいろありますよいろいろあ,りあるんですけど、うん、例えばナンパとか <laughs> いや若い時は結構行ってましたよおおすごいすごいあの国際り行ったりとか国際通り観光客しかいないんじゃないですかいや,いや多分国際通りとか自分なんか時代だったらは国際通りメインがお、えー、そこがナンパのスポットなわけですねスポットですね、えー、今はあれじゃないですか チャタンじゃないですか。でチャタンでしょうね。観光客少なめで。うん、って考えたら。うん、チャタンかなと思うんですけど、あ、ナンパもして。はい、<laughs> で。そう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 。他には何をしてきました?<他>。ほまあ、結婚というか、恋活になるのかな。まあ、恋人探したり。ですね。結婚相手探したり。そんな感じですよね。まあ、僕は結構広く捉えてて、うん、結婚相手探したり。 なあのー、恋人探したする,するのはまあ恋人は婚活に入らないかもしれないですけど恋活恋か、婚活だと思っているのでそうなるとまあ、結婚相手を意識して何かし始めたら婚活かなと思っているのでははははいはい、はい、はい婚活モール以外にはどんな。<laughs> ですかね <laughs> ていうかね、この年代になると、はい、若い時はいっぱい紹介あるんんですようん、うん、紹介はあるんですけどやも年齢的な部分に考えるとない。 ななくくってくるとはいで<ー>沖縄でいう「モアイ」の中でよく出るのが、はい、お嫁さんとか、うん、お姑さんの話とか、うんうん、で出てきてう,うんざりするのを <laughs> な結婚してない自分にストレートにぶつけてくるみたいなあのねそれは幸せな話ですよねそういう悩みがあるのは結婚してるからなので。<laughs> そうかまあでも狙われますよね確実に <laughs> えモアイのメンバー何名ぐらいいるんまあもうモアイ何個か何個ぐらいあるんですかもモアイはモアイ3つぐらいやっててはい、はい、で一つは、うん、あ,あれですよシニアのシニアの <laughs> シニアのちょあ昔ちょっとねあの子供たちサッカーを教えてたのででその父母会とあと指導者でうん、うん での、この萌えがあって、うん、で、体の話題が出るのが、うん、お前いつ結婚するんだ、うん。 ありがたい話じゃないですかもう言われなくなったらもうおしまいですよ <laughs> 辛いですけどねプレッシャーは辛いですけどそうそう言われなくなったら周りがみんなああの人は結婚しない主義の人だと思い始めるので <laughs> そうそうだから最近必ず今度話題が出るので、はい、お金預けてから自分帰ってます <laughs> それがちょっと候補かなと思っていやいやいやまあね父母,父母の皆さんはね既婚者が基本多いのでシングルになってる方もいるかもしれないんですけど <laughs> なかなか手を出せづらい。もう一つのモアイは何ですかいや、もう一つのモアイは同級生のモアイですね。はい。どれぐらいだ男子は結婚してないですか男子は10名中、2人だけです。はい、ああ、じゃあ結構男子の結婚率は高いモアイですね。はい、ただ、こ、はい、の2人のうち1人は年内に結婚します。はい、おー <laughs> <laughs> だから事実上一人取り残され感満載じゃないですか <laughs> だから一番嫌なんですよそれも行きたくないんですけど、ね、だんだんも愛からも遠ざかるはい、はい、結婚しないとそういうちょっと嫌なプレッシャーも出てくるわけですねはいはい出てま <laughs> ねまあ話の内容もねだんだんこう十、二2 5ぐらいから結婚し始める人増えると思うのではい、はい、30代ぐらいになると子供の話題とかうん、うん、結婚お姑さん嫁さんの話題になったりはい、はい、奥さんねお姑さんの話題になると思うんですけど だんだんね話題がね <laughs> 仕事の話もねあんまりしなくなるかもしれないのでいや今実際問題、うん、我が家に弟が家族が帰ってきてるんですよイづらいいづらい,い,づらい弟家族はあの夏休みで帰ってきてるもう夏休みで帰ってるんですけどねうもうあれですよあの2歳の女の子がいるので、はいうん、もううちの家もあっちにつけっきりみたいなですね そのために帰ってきますから子 <laughs> 持ちは <laughs> おじいちゃんおばあちゃん孫だよ見といてみたいな感じで帰ってくるので <laughs> そう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 、うん、なるほどね、えー、でその中でですよはい、はい、嫌な話も聞きつつ <laughs> 婚活を頑張ってるわけじゃないですかはははいはい、はいだから僕は結局婚活しなくて結婚できた人の部類なのではいはい みんなな偉いなーって思うわけですよ本当に僕は運が良かったと思ってるので多分僕だったらもう,もう負けてですね気持ちが負けて婚活しないと思うんですよ <laughs> しない人にもうできないからやらなくていいやってなるタイプだと思うのでの魅力を感じてやってるわけなのでの魅力って何なのかなと婚活ですよね、まあ、結婚の魅力 うん、結婚の魅力うん難しいですね <laughs> でもなんかこう魅力があるから結婚しようと思うじゃないですか魅力だけじゃなくてなんか理由なんかこうああ結婚してえなーって思うから婚活するわけじゃないですかあれじゃないですかやっぱ癒しを求めてるんじゃないですか癒し癒しを、あのー、帰ってきて明かりがついてるとかそういう感じそう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 ,そうなるほどねよくあれじゃないですか あの独身の場合一、うん、人暮らしの場合大塚行っても電気が消えているそうそうそうで窓開けるドア開けると蒸し暑いっていう,、ね、そう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 ですよねやっぱそ,そのなんだろうなタイミングっていうのがすごくいつも気になっていてはい、はい、本当に僕は運がよくて入学とともに大学入学とともに 妻にっでまあ8月,昨日8月5日に付き合い始めたんですけど17年経つんですけど、まあ、そういう流れをか考えるとあんま結婚って意識せずに今まで来たんですけどはははいはい、はいうんすごいなっていう <laughs> そのね<ご>寂しさだけにっていうねすごすぎますよ中 <laughs> さんから「こんにちは初め,まして初めて見ます婚活ってどうですか?」 <laughs> 婚活ね、大変、もう見ててね、外から見ててなんですけど、してる方はもっと大変だと思うんですけど、大変ですよ。<laughs> で男性の結婚は癒やしですかって、経済力ないても、なくてもしたいと思うもん思うのかなーっていう感じで、そうですね、やっぱり結婚するときは経済力はもっと来たいんじゃないですかね、やっぱ頼られて頼られたい生き物なので。で 男性の結婚は癒しですかって男女ともにやっぱり寂しいっていうのは大きいのかなぁとでいろいろ本読んでるんですけどやっぱ男女ともに仕事にゆとりが出てきた時にやっぱ寂しいとかああ癒しが欲しいなとかあ誰かそばにいてほしいなっていうのがあるのでもう一人のゲストは聞きました入ってください。<laughs>

はいではですねもう一人ゲスト来たのでもう自己紹介してもらいましょうねはい自己紹介お願いしますどうも友よせゆきこですゆっこさんですお願いします <laughs> 適当 <laughs> 超適当 <laughs> 名前を名乗らない婚活の人と名前しか名乗らない人って <laughs> 超適当ですね <laughs> 聞いてましたよ結婚の魅力 <laughs> 結婚の魅力ないんですか難しいなっていうやつ聞いてましたゆっこさんもまあ,ある意味婚活したような感じの人じゃないですか、うんうん、あーそうっすね結婚したいなと思って行動したうんうん、うん、そうそうずーっと小学校から結婚したかったからうんなのでうん、うん、多分僕は全然結婚なんか考えもしなかったんですけど <laughs> 頑張ったもん頑張ったもん、うん、ごもっとも <laughs> <laughs> 婚活してる人に言われちゃった <laughs> うん、うん、結婚の魅力ってあ一応一応じゃないな、うん 結婚に関して皆さんのお悩み相談をしているゆっこさんなので、あの僕より結婚の話するので。熱くなります。いや、明日さんには負ます。いや、負けますよ。私は人生変わりましたからね。本当ですか変わりましたよ。ユッコさんも、寄婚者です。一応ね、結婚してます。ゆッこさん、狡猾の人、寄婚者の人。ありがとうございます。 そううなんですよ。ありがとうございます。いつもですね一人でだらだら喋ってるんですけどうん、うん、今日結婚テーマにしたら二人引っかかったっていうそう, <laughs> そう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 たまたまラジオ聞いてたんですよあ,あのどっかな ジスタンスから来たときにあ今日やるよみたいなフェイスブックでそうそう私もフェイスブック乱入しようみたいなそうそうそう私も乱入しようってそう乱入しても大丈夫と思われてるので乱入してもなんとかするんですけど何かしてくれるんだろうなってうそうそう。 やっぱね人が増えると楽だなのゆっこさん結婚の魅力ってですか結婚の魅力魅力ばっかりですよねしてからじゃなくてする前する前なんで結婚したいと思ってたかなんで結婚したいと思ってたかすごい質問ですねすごいここがね僕は分からないから気になるんですよ僕はたまたま出会った人が気楽だったからそのまま結婚したんですけど。 <laughs> 気楽な結婚したかったんですね。気楽な結婚したかった<ラ>とか、あんま覚えてない。ですあ,あ,あんま考えないと結婚したですね。<laughs> あんま考えなくて良かったんですよ。<laughs> あ<あ>なんか運が良かったんですよ。<laughs> あんまり考えなくて、いい人と出会ったって。そう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 。私はですね。あの小学生から結婚を。 ずっと考えた人なんですけど。なんで小学生から考えてたんですか。ですね、うちの親があの戦争みたいなこう家族で出てね。で私は幸せになりたいと。そこですねスター幸せな結婚をしたい。安心安定。なんだこの小学生。えうそう本当 A でしょ。そう安心安定感がをが自分の幸せの基盤だというのを。 小学生9歳の時から思ってたんですよそれを結婚に求めたところが面白いですよねすうまいこと言いますね何ですか本当にいやでもそれって、うん、あの他の分野で求めることもできたんだけれどもそう反面教師だったら結婚しないって選択があったほうな、ん、そう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 なぜか反骨精神で<う> <laughs> 幸せな結婚してやろうっていうのが面白いなと思ってであの幸せな結婚じゃなき嫌だったんです まあそうですよねだただ結婚すれば嫌だった、そのこだわってた、うん、9歳から。二十、うん、年間こだわって、<laughs> 29歳でやっと叶ったっていう、ああ、もう大変でしたよ、そこまで至るには。<laughs> 大変でした、ね、そうななまずそもそも自分が何,何を幸せと感じるか探しからですよ。まあね、幸せ探しをね、そうなんですよ、自分探しのようにね。うん、そ,うそう、まあ本当、本当、ね、なんか自分がどんなことをしたら安定と思うのか。 そうね、安心と思うのか。かね、まずそっからですよね。うん。うん。そっから九歳から考えて。九 <laughs> <laughs> 歳。九歳かどんなすごい生活してたの。二十九歳で着陸しました。着陸。はい。 え、無事ね。無事着着しそうになったことが何回か、二回ほどありました。着陸しそうになって、着陸したのが沖縄でした。遠い、遠い。遠いゆっこさんのような、明るい声の人が家庭にいたら、家族全員やる気出そう。中さん、森さん。二十年のイメトレの成果がね。 まだまだ聞きたい。おお、素晴らしい。素晴らしい。中さん。大丈夫ですよ。延長しますからね、ちゃんと。20年のイメテリまさにそうですよ。ありがとうございます。コインで、これで僕、無駄な労力を、そっちに行って、延長っていうのしなくてよくなりました。中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかコイン5枚入れてくれると、いつも本当は30分しか聞けないんですけど、 分ででで切れるんすよそれを僕は CM 中にピピって直しに行くんですけどコイン5枚入れてくれると中さんとその前に3枚ぐらい入れてくれたので入れてくれてたはずこの20年のイメトレっていいですねまさにでもですよ25歳ぐらいで結婚しようと思って20年イメトレできないじゃないですか。 45でかなったって、うん、なかなか難しいと思うんですよね。よねもうなんかその辺は私は私こうあれですよね、うん、あのこう話していたりちゃんと自分で意識するんですよ、うん、だって9歳って意識できないでしょ、なんとなく体験型でしょ <laughs> まあね体験型で来るしかなかったけど25歳にもなればちゃんと自分で見つめることができるじゃないですか、うん、ちゃんと見つめだしたの、<laughs> 何歳からですかちゃんと見つめ出したの <laughs> まあ9歳、まあ女子高生ぐらいまでもなんとなくじゃない？なんとなくです。うんうん本当になんとなく。その後ちょっと考え始めて本格的にやったのが石丸ひささんとこでしょ？そうですね。ってことは20えそれこそ56だ。やっぱり256。えと18から付き合って8年で別れたでしょ？でその後に3年で別れたでしょ？ リアルだリアルだ。でもね、それぐらいやっぱ結婚ってかかるんですよね。かかります。時間がね。そうそうそう。だってね、命尽きるまでだもん。命尽きるまで。それぐらい考えていいですよ。それぐらい考えていい問題ですよ。そう 隣にまだ結婚してない人がちょっとへこみ気味なんですけど。いやへこいんでんの？へんでないでしょ。へこんでない。出会いもあるし別れもあるし、まあいろいろあるんですよ。モールでは語れば多分長い。番組作れるね。多分辞書で多分作れますよ多あの理事長が婚活うまくいくそうな人でドキュメント番組作ろう ただうまくいきそうじゃないとね<あ>っ,って言ってそうかそうかそうねう <ん S 2> 中さんがまた送ってくれては29になってまだつかめないんで,いでもうちょっと少し見つめます <laughs> 素敵ですね <はい S 2> こ見つめようとする気持ちが素敵ですねそうそうそう,そうだって見つめない見つめなくていいやって思ってる人が世の中にいっぱいいますからね <うん S 2> その中で見つめようって思う心が <laughs> 心が素敵と。中さん素敵。ということで中さん素敵ってところで一回 C.M. です。中さんはーい C.M. 入りまーす。はい、ります。 れたつなぐのお疲れ様でですすややっぱ人いると楽たまたまこの辺ぐらい通っててフェイスブック見たら山下さんが生で結婚っていうかじゃあ断入しようそれできただけですよ私もフェイスブック見て結婚って書いてあったからあちょうど娘がお昼寝ダイムに入るから行こうって思ってすごいすごいっすねいつも一人しかいないんですけどでもルーレッサンスでご飯食べてたんですよえなんで あ、そんな報告やってください。なんでですか。それは何、それはいい報告ですか。いい報告、婚活モルの。婚活も。で、カップルになった。いや、まだですよ。あ、その前。その前ですよ。いじゃないですか。その前に。何話したかとか言ってください。いや、話したって、ご飯食べてから、あっちが四時間とか帰っただけでしょ。じゃ、じゃ、ご飯、たぶ無言でご飯食べてないでしょ。いや、食べてないんですけど。責める、責める。そそれ、生で話しましょうよ。はい、三秒前。それでは。は はいえーっと cm 入って後半編入っていきたいと思います今ですね話聞いたらえと婚活さんがですね女性とご飯食べてたらしいんですよちょっと聞いてみようかないやーどういう人ですかちなみにどういう。ってくださいよ あのまあまあ今相手を知ろうという感じですあのちょっと軽くお食事ぐらいそうそうそんな感じですああちょっとご飯行きませんかぐらいそうそうこの人ゆっこさんのああののカウンセリング受けさせたいですね受けさせたいそれがそこがねだめ上から目線はだめ多分変わると思いますなんか聞いてみたら あの人見知りからうまく喋れないといいじゃないですかね人見知りじゃない人いないんですよいや本当にいやこっち見たけどいや私結構猫かぶるとありますよ初めての人僕猫しかかぶってないのでいやあのいやみんな人見知りですよそんなねみんなで初めから上手な人いねーしありがとうございますあ。 うん。福岡。すごいですよ。あの、ツイキャスはすごいですよ。全国から聞いてくれる。ので福岡ですか?。福岡のどこですか?。ねどこですかね。また書いてくれるかもしれないです。婚活さん、良い報告待ってますよ。本当、婚活さんなってんですね。あの、本名言わなかった。あえて婚活さんで言ってますけど。多分、特面になりますよ。多分、俺。いや、まあ。女性の。こう。よかったって言ってください。良かったで。 かうん、今日喋ってみてよかったところああ<う>いいなと思ったところでもなんか喋ってて違和感なかったですよ、うん、お,お<ー>いいですね<ー>ただ逆に女性方も人見知りだからって言ってうまくキャッチボールができなかったっていう部分もあったけど、うんうん、ただ本が、うんうん 聞いたら職場の人ともうまくキャッチボールができないよって話をしてたので、うん、よしじゃあ次から頑張ってみようみたいなおおいいですねで、まあ、言ってますけど多分次につながるかどうか分か,ら分からないですけどねうん、うん、まあまあでもそうやってねこう繰り返しやっていかないとうんうん、うん、そう ね自転車と一緒って毎回言ってるんですけど乗ってみないとうまくならないので自転車と一輪車は違うよ一輪車はねちょっと難しいんですけどそんなさよかったなあメールアドレスとか知ってますよそしたらねそのコツがあってさ「のハウ t ーが始まりました食事行きましたそれだけだと女性って私のことどう思ってんだろうとか。 なんやかんや思う方もいますなのでその後の男性の言葉ップはですよすぐにここが僕は嬉しかったとかここが楽しかったとか、うん、あなたのここがすごく魅力的だったとかまあ言葉を書いてねそんなことをポンと入れるとボワンとボワンとボワン温かいもので包まれるじゃあ終わった後そんな生き物です売ってみます売ってみます あの娘の最近小学1年生の日記を読んどくと今日は花火をしましたで終わるんですよ。<laughs> 感想が知りたい報告で終わっちゃうので、うんうんね、やっぱ感想があるとそうそうそうですよね自分はどう感じたかを一言を書くだけでも結構膨らみますよ。 これはテクニックというかコミュニケーションとして持っていていいもので別に相手が同性でもこういうことを聞けて楽しかったですって言うと円滑なコミュニケーションになるのでぜひね、やってみて。 キラキラマークをいっぱい入れたりしてキラキラマークを聞いてるかちなみに僕ですね経済力ないので妻に経済力を保っているひもさんなんですよ専業主婦なのではいなのであのまあちょっとちょっと話の始めにあって経済力なくても結婚したいと思いますかってことなんですけど経済力なくても結婚したいと思いますかはいで僕の場合は経済力がなくなっちゃった人なので もともと経済力があったんですよ。あったんですけど、なくしちゃった、結婚して相談の末、経済力がなくなっても、今ね、10年目で円満に、昨日ね結婚記念日。なので、きょう結婚がテーマなんですけど、ど。今年の抱負は何ですか 今年の抱負。僕ね、抱負決め。抱負決めない人なんです僕今年はただのおっさんのレベル上げをするっていう。そうそう。これどこに書いてるんですか。経済が云々って。多分し、したら変じゃないですか。うん。ね、やっぱ初めはね、やっぱ経済力も何もない、何も力も何も魅力も持ってない人と、やっぱ結婚したいと思わなくていいです。うん。 ね、これは間違いないので、どんなことがあってもついてきてくれる,、うん、る、そうそう、身がそうね、素敵素敵素敵ですね。ねその通りです。<laughs> <laughs> そう、うちの妻がね、最高に素敵なので。うちの旦那さんも最高に素敵なんで。いや、うちの妻の方が素敵。いや、いや、いや、ほら、あの、なんだっけ。えっと、フェイスブックで、はい、はいって。言っあ、もう去年とまた同じこと。はい、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 はい。まあ、ね、やっぱ、あの、幸せな結婚をしてる人が、もっと幸せな話をすべきだと、僕は思っているので。婚活さんファイト。 でもね、やいや大丈夫です大丈夫です。さんもしもし。大さん中さん独身なんですかね。中さん独身じゃないですか。二十九歳で独身か。男か。女性ですか。女性じゃないですか。ああ女性か。どうかな。この辺はわかんないです。そっか。どんなことがあってもついてきてくれる女性とめぐれるとか。だから男性じゃない？あ。どんどっちでも言えるから。ああそっか。わかんないですけど、まあ。 あのー、婚活の話と結婚の話こんなしてる番組多分世の中で少ないので <laughs> ですよね婚活裏話しまくってるので、ま、独身女性ですはいありがとうございます29歳ねあ買い手市場ですよ <laughs> みんなみんなこう29歳ぐらいを狙ってくるのでいや29歳いいですよいいですよこれあのー、ね、うんあのー、若すぎずそ<う>かといって、うん 言ってて言えないかと言っては言えないないやほんといろいろとね分かってきて気持ちも落ち着いてきて今ちょうど探し始めると出産もしんどくない時期に入ってくるのでもし結婚したいならの話なんですけど本当に本当に本当にうん当ですよね 俺の教訓です。教訓ね。教訓そのそこでこそこそ言っても大丈夫で伝わらないから。はいどうぞ教訓。教訓。諦めないという土に粘という種を撒き信じるという水をやる希望という種が伸びて夢を夢という花が咲く。こういういいことばっかり言うんですよ。ま確かに。いいことばっかり言うんだ。そういいことばっかりこうペタって貼り付けられているんで。 いいですね。僕適当なことしか言わないな。<laughs> してる。そう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 。これこれも記事ね、Facebook に載ってるんですよ。そうそうそういいですよねでいや。でもこう日頃ね、そういうことの言葉に触れると、うん、だからそうこういう話っていうか言葉が好きな人をこうちょっとねフォーカスされて,てもいいんじゃないですか。うんうん、こういうの <laughs> っていう女性言 <laughs> いますよね。ええ。こんなのみたいな。 もいいなかっ婚活さん。って思ってくれる女性いいじゃないですかいいと思いますよいやいやいや逆にねこれ見たら自分自身ね見つめ直されるんであこういうなんだあ自分ここが悪かったんだみたいなうん勝手に思ってるだけですけどねいいじゃないですかみんな自分で勝手に思ってますよねどうかなどうかな いいんですよ自分で勝手に思ってねそう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 。自分しか勝手に思えないので相手が勝手に思ってることわからないので相手がね買い手市場そうそう面白いいいっぱいいっぱいねあの割とこう声がかかりやすいね、あの二十代やっぱあの二十代三十前半はやっぱり こう狙ってる男性が多いですあのじゃあそれ以外の年代がダメかっていう話ではないですよただこのやっぱね人気のある年齢層はあるのであのま特に婚活っていうの中でもしっかりこうお見合いとかあの結婚相談所とか行くとあの声がかけられやすい年齢層あとまあイベントとか年齢伏せてても見た目なので それは結構あってまあ、その後恋愛に発展するか置いておいてもまあちょっと年齢的にはやっぱに、うん、男性も女性も25か35が男性,男性もやっぱ早い方が早ければやっぱね色々な人見て自分も成長していってうん、うん、やっぱ人と人と触れ合えば成長していくのでうんうんで,、ね、でその中でまたねあいいなと思うのか、うん、この人にしようと思うのかちょっとわかんないですけど。 まあ早ければいいってものでもないですけどまあ知る機会にはいいのかなまあこういうラジオ聞くのには早くても全然問題9歳から考えてた人もいるのでででですすす歳かかから何年年前前えたじゃない僕年齢は知ってるので名前も知ってますけど年齢も知ってる年バレたじゃないですか今年で何とかしたい。 婚活さんなのでな、ね、男性は <laughs> 男性もやっぱり女性としては同年代が好きなのであ男なのでまあ、うん、どんなに年齢が上がっても男性は大体同じぐらいの年齢の人が、うん、でもやっぱりこうね元気に働いて。 っ、あのー、25だと経済力的にやっぱり300万ぐらい欲しいっていうのが女性の意識なので、うんうん、年収が300万以上になるのが30代ぐらいになってくるのでそういうのかあるんですよいろいろ僕勉強してるので <laughs> 私はもうか超えましたからね。うん 年収超えてるのに何で結婚できないのかっていうね。いやいやいや、本当に本当にあの3ん0万になったので1.5倍ぐらい変わったので急に。ということで、あの婚活さん、アイアイデアの i OK で結婚相手募集中です。あのメールくださいいお見合希望 怒らられるかいや、どうなんですかね。いや、ま来てもいいんじゃないですか、いや来るのは早く卒業してほしいと思ってるんで、婚活モールの皆さんは。モールじゃなくても早く卒業してって思ってるん早く行けって言われてますから、だからね、あんまり何年もいてほしいところではないんですよ、結婚相談所からしても、あのやっぱりね、みんな結婚してほしくてやってるわけなので。 でもあれですよ昨日昨日ですかねたまたまちょっとあ行った時に多分ある会員卒業した大会した、うん、会員さんですかね。うん、大会ですか卒業じゃなくて卒業かなうんした会員さんがたまたまなんか報告があったみたいで、うんうん 子供ができました。おお<ー>。で、多分三ヶ月って言ってましたかね。<ー>うん、素晴らしい。それを婚活モールさんに来て言った。なんか、<う>報告しに来てたみたい。だから、そういう婚活モールさんは、そういうふうにしようって思える場所だからいいですよね。この会員さんとの関係性が。そう,そう,そう,うん。ずっと良好じゃないですか。コードさんがね、バッチリ入ってくるので。 ねあの、うん、あの雰囲気いいですよねちょっと家に帰ってきた風なこうそ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 う,うち3歳の息子もすでに行ってるので、うん、<laughs> 婚活男子なので、うん、あの雰囲気いいですよねいつでも迎えてくれるね,ねいつでもあさとさんが <laughs>、ね、手土産持ってくるっていういやいやいや今日は、うん、いやあのその帰りに、うん、報告で、うん、行こうかなと思ってたんですよ うんああ、報告でね。行こうかなしたけど。多分、あの。じゃ、もうここで報告しちゃったのです。もう切っている人いるはず。多分、あの、もう、多分聞いてるんですよ。多分、パタ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 忙しいから。で、毎回言われるのか何、何欲しいのって言ったら。何名ですか、あ、コーヒー。この前、ガリガリ君買ってきてくれ、思ってます。あ、そうなんだ。ね、ふまあ、副理事長、ガリガリ君好きっていうので。うん。 副理,事長副理事長が変わりまして、ね、<laughs> 大城さんから喜友名さんに変わりました。いね <laughs> はい、変わったので中さんが3歳からって驚いてるんですけど、ね、あの結婚相談所がちょっと暗いイメージなので僕は子供を連れて行っても子どうでもでも来れますよみたいな明るいイメージをしたいなっていうのと少子化がね お父さんとしては怖いんですよね結婚したいと思ったら相手がいないっていうねらだらだらまだねいるんですけど自分と子供とか孫の世代に相手がいるのかとなのでうちの二人男前なんですけどん正確に何があるかもしれないので <laughs> <laughs> あの結婚パパ,パパにですか <laughs> <laughs> うんまあまあ、まあ、にですか <laughs>、うん。どっちも似てないので <laughs> まあ,あの結婚相談所はあんまりこう 特別な場所にしたくないっていうのがあってですねふらっとこう託児所があるに連れていくっていうあの婚活者さんは結婚相談所っていう雰囲気ではない僕は結婚相談知らないのでああ私のイメージよイメージってやっぱねこうねこう一対一でちょっとこう狭いところで占い師みたいな感じで話聞くみたいなホンはどうかわからんけど何 小持ちでもいいんでですすよ全然大丈夫婚活モールはあ,ーあの沖縄ねやっぱ離婚の人してる人多いので、うん、あのやっぱ早めに安定したいとか、うん、早めにお父ちゃん子供が気づかないうちにお父ちゃんを入れ替えたいとか、うん、あとはまあ子供が、うん、独立してから再婚っていう形で40代50代の方がやってこられたりするので、うん、小持ちでも全然 んですすよってていう意味も込めまだからどんな世代の人が来てもちょっと相談してお話ちょっとカフェみたいな感じなんですよなのでちょっとこう婚活問題入る入らなくて婚活事情が知りたいなっていう人から足を運んでもらいたいなと山にありれがいいんじゃないですかあの中さんねおきかつの YouTube で見れますあのホームページ見たらいろいろあるのでああなるほどねうん 参考になると思います。<laughs> 参考になると思う。いや、私は出てませんよ。私は出てませんけど。はい。出てなか、あ、出てなかったですね、婚活さんは。別の婚活さんは出てましたけど。<laughs> そう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 。まあ。本人いないですけど。はい、ねえ、ごめん。さっきからさ、ずっと気になってんだけどさ、何何その食事した人の。これ、よかっ、いいところ。な、な、何をですか。その人は人見知りっていうことしかなくて、いいところ。<laughs> こう例えば黄色い服が似合ってたとかこう。掘り下げて失敗したらどうするんですか。俺これで何回失敗してますか。本<当>俺俺何回あの。<laughs> 怒られてるうか。俺多分数数えないぐらいいっぱいありますよ。<laughs> それが一回学んでる。学ん学ばないから怒られる。んですよここに来てしかダメ出しされる。ちょ <laughs> <laughs> っとだけ気になっちゃった。 俺毎回言われてますからね、あの理事長にも副理事長にもカウンセラー2人にも、もう俳句いけみたいな、うざいみたいな、いや、多分行ってないですけど、その中そのオーラがあるんですよ、早く、いや、あそこの人は善意でみんな早く卒業してほしいと思ってるので、特に多分、自分は早く行けと思ってるんじゃないですか。まあね、行ったり来たりしてますからね。そそそううう出たと思ったらまた戻ってくるそうなので。 そういう意味では付き合いが長い分ですね。うん、まあ付き合いが長い分愛情もね。<laughs> 愛情も。深くなっていくから、ね。いや僕僕でも子供早く結婚してって思ってますので。うん、あ、彼女の良いところいっぱい見つけてください。さすが中さん。そうですよ。中さん、さすがそこですよね。そこですそこです。ですのさそうなんですよ。こ, <laughs> この間食事行った人がこんな良いところがあったこんな良いところがあったって話しながら自分でも確認するどうですか。<laughs> この確認作業どうですか。<laughs> そんなのはまあ,あえてお男子なのでやらないんですけどああとか言われた、ね、ああとか言われた大切ですよね、それね<や>、うん、全然あの僕はラジオでのろけまくってるので全然大丈夫です。こうなんかこういいところとかね聞きたいですよねあーでも本人すごい悩んでるので悩んでるんだこれはまた全然いいということで、ね、これ多分練習がいるんですよ、僕逆に妻の悪いところ見えないんですからね。うんうん素敵 だからいいとこしか思いつかないのでいいとこは逆になるんですか旦那さんの悪いところってありますよほらうちの夫婦のが円満あの何か悪い悪いところというかそういうところを含めて好きってことですよねそうそうそうでもうちはあんまり悪いとこ全然あ本当に？うん。

ままあ少数派だと思いますそんなところがありながらもこうやってりょ寄り添っていこうねっていうのが、うん、結婚のいいところであると思う。そそそうそうそう、うん、って言ってますよ中さん。妻の悪いからい見ないくらいいいところしか見えてないなんて。<laughs> 愛妻家ですよね。愛妻家ですよ。愛妻家だけど、プー太郎ですよ。やり方自分で。いや、やって、ここ、ここで言うんですか、プー太郎。大事だ、大事じゃないですか。そう、そう、そう、愛妻家、本当だよね。そう、そう、そう。なんか、こう、いろんな愛妻家がいって、い、あっていい。いや、あっていいと思います。いろんな形のね。そう。で、これでものすごい儲けてる愛妻家がいるかもしれないし。ね、こういう、こういうふうに。愛妻家が。プー太郎と言いながら。そう、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 そう。 自分でーーいいじゃないですかそれを認めてくれる奥さんいいじゃないですかもう最高ですようちの妻はもう何回も言ってますけどいいと思ういろんな夫婦があってだからその練習ですよね相手のいいところを見つけると夫婦ってうまくいくじゃん悪いところにフォーカスさてたらもうそればっかりいっちゃうから。 それをいいところをフォーカス当てる練習よ。練習、そうそうそう。ね<え>あ,あ次回ということだ。次回と、ね <laughs> ね、いうことだ。<laughs> 次回を毎回考えとかないと。本当よね。<laughs> あのー、これ誰の本だったかもう忘れたんですけど、まあプラス評価で考えなさいと。限定方式でやると結婚なんてできませんよと。うん いいや本当にそう思ます家庭標本方式でやらないとあそこがダメこれがダメっていうと理想から離れたところに行くけどこっちがいい、ここがいいあそこがいいってなっていって家庭していくと結婚は近くなりますよっていうのはこれ、多分ねコミュニケーションの問題なんですよ結局人間関係なのでそういう意味ではお互いいいところを見つけ合える関係になれば結婚はとても幸せなものになるんじゃないかなと。 はい、思いますということなのでが <laughs> 婚活もまあ練習みたいな部分もあるので婚活とかね、うん、あの婚活したからってすぐ結婚ではないので婚活して付き合い始めて恋愛期間があってそこでまた練習しながらお互いのいいところ悪い,悪いところも,ももちろんね知りながらやっていければいいのかなとは思うんですけどということで婚活さん練習ですよ <laughs> そうです。 練習お互いね「MeToo」でまとめましたけどねいいじゃないですか練習できるねあれを見てるんですよ松岡修造の何か書いてありますか叱る中にも期待がこういうの好きなんだねそうそうそうこういう言葉がねだからそれで盛りやそれそれをさああれう時に言えばいいじゃん プロフィールの時にこういう風な言葉に僕は反応しますみたいな。いやあれまたあれあれまた変えないといけないんですかね。アプロフィール。でもね好きな言葉とかがあるとわかりやすいと思うんですよ。本当そう思う。今日今日この後また言ってか変えましょうかね。スカル中にも期待がある。多分そこって多分キャッサルと。 これはねあったらね付き合おうと思わない、うんうん、<laughs> 叱られるんだみたいな <laughs> 私叱られるんだこの人にみたいな嫌 <laughs> だな叱られる結婚生活嫌、ね、ですね期待はいっぱいなんだけど叱られ続け,る続けるのは嫌だな絶対嫌ですねあと3分ぐらいなんですけど、はい、じゃあなんか好きなこと話してください、はい、勝手にまとめますから <laughs> どうですか結婚は うん。<や>ゆこさん。ゆうこ。すごい。どうですか、結婚。なんて、今結婚できたの。<laughs> 結婚は。まあ、なんでもいいですよ、結婚に関係してたら。ああ、結婚はもうね。こう、いいですよ、なんかもう、自分次第ですよね。まあ、そうですね。うん、自分なんで、自分でしか決めれないので。<laughs> そう。あのー、<laughs> 自分、そう、さ、一番最初に言ったのもそうだけど。こう、どんな幸せを幸せと感じるのか。うん。 が自分次第なんで、それを自分で分かってなきゃ。ね、それに共感してくれる相手もわからんし。だから自分次第かな。いや、いいこと言うな。やっと褒められた。しからなかった。さすがに。落とし、落とすところはちゃんと落としてくれますね。や、本当にその、山下さんどうですか。なんですか。結婚。結婚、結婚はですね。 あんまり僕期待しないのがいいいのかなと思ますね気楽にのんびりできたらいいのかなとお互いがんか成長成長って言って叱る中に期待があるのもちょっと辛いしああみたいなっていうのが僕は17年彼女と付き合ってこれた要因だと思ってるので10年なんか結婚で悪いことなんか全然思いつかないので。 <あ>うん、私もそうよ結婚今9年10年目に入ったけどうん、うん、やっぱり結婚いいね、うん、10年間、うん、嫌なことはやっぱないねなのでそういう人もいるし、うん、あのー、婚活さんの前ではぐちぐち言ってる人もいるらしいので。 聞いてました。ラジオ。んーうん、聞いてない。そこうん、聞こえなかった。高速 <laughs> が間に合ってない。<laughs> <laughs> なので、はい、まあ、今日結婚というテーマで、二人のゲストさんが来てくれました。いしたはい、じゃ、あまた自己紹介してください。はい。はい。<laughs> 最後に。頑張りまーす。はい、婚活さんでした。はい、次。はい,セクはい、玉屋さん、ゆうです。ゆうこさんです。また。 ゆっこの部屋でしたブログは。うん今やってないけどゆっこの部屋です。これから新しいのでね補助輪っていうのをやろうと思ってんです。何ですか？補助輪です。補助輪。はい。ああね。まだ立ち上げてもいいんですけど。なん自転車のやつネタパクらないですか？僕の自転車ネタ。自転車ネタパクらないでください。補助輪やり始めますんで来週あたりから。はい。はい。じゃあそれも楽しみにしておりますので。 えーっと、今週のアイディアの愛用オーケー終わりたいと思います。<ス>素敵な一週間をお過ごしください。いありがとうございました。中さん、ありがとうございます。たくさん、嬉しかった。